どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ゆうころです。今日は灼熱チャレンジのレベル EX を初見で遊んでいこうと思います。レベル1からレベル4まではね、魔法石50個と報酬がもらえてめっちゃ美味しいんですけども、毎度毎度のレベル EX が今回灼熱チャレンジも実装されております。もうレベル EX では最難関ぶっ壊れチート激ムズダンジョンのねわけなんですが、まあもうとりあえず初見はどうしようもできないんで初見やっていこうと思います。編成はめちゃくちゃ手応えの良かったユニコーンガンダムでいこうかなと思います。はい、あのレベル3レベル4をノーコンで一発一発でクリアできてるんで、まあ、正直手応え良すぎるんでこれ使っていきましょう。編成レベル X 用にね編成作ってあります。ユニコーンガンダムリダチェン耐性遅延2つに、こちら善逸武器継承ですからのゴブタースキブアシスト無効回復遅延2つに、こちらセルティ武器継承ですね。はい、で、クシーガンダム毒目覚め耐性遅延2つに、こちらスパイダーマンベノム継承です。で、ウィングガンダム浮遊上限解放遅延2つに、鏡で輪廻武器継承からのセルス遅延3つつけてあげて、クロサイ武器フランキー武器継承ですね。ラストユニコーン遅延4つ神キラー2つに、こちら善逸武器継承って感じです。もちろんこの動画は後撮りで撮影していますので、まあどうだったか僕は知ってるんですが、タイトルサムネにもあると思います。ということでレベル EX 初見攻略やっていきましょう。 EX チャレンジ、イエイ。編成そのままです。レベル3、レベル4で、まあ我ながらこの編成意外と強いなってなったんで、灼熱チャレンジやっていこうと思います。今日やるのはレベル EX 完全初見です。まあまあまあ、勝てるとは思ってないですけど、まあ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 、まあ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 、ちょっとね、せっかくならね、ある程度やりたいですね。ということで頑張っていきましょう。はい、ということで、1階層からやっていきます。さあ、ということでまずは1階層です。とりあえずここは、進化していきます。3ターン遅延、初見終了初見終了です。ちょどうしてもごめん、マジ初見でどうしてもいけるとこまで行きたいから1ターンだけこれズルさして、いやこれ普通に編成変えるから、後であのいくらでも変えれるんで、こんなもんね、セレスのあのあれ自由にするだけなんで、1ターンだけ耐久、おい余裕ザコ、あーすいません、でセレス使いましょう。セレス使ってあげて、で、腰下パワー使ってあげて、ウィング使います。はい、そしたらクシーガンダム使ってあげて、いやセレス使ってからクシーガンダム使ってあげて、でユニコーンガンダム使います。そしたらゴブタも使ってあげて、でユニコーンガンダム使いましょう。うん、でこれでまあぶん殴っていきます。よし、ちゃんと回復していこう。よいしょと。さてと。どんぐらい回復力。どんぐらいですか？あ、458。458な。絶望ではあるが、だいぶ。さあ、2回走です。まあ、先生耐えたら何でもいいわ。オッケー、問題なく耐えれたんで、そしたらユニコーン使いましょう。先制耐えれてればもう何でも OK よ。あまり俺を舐めるな。3コンボ現象だと、だったら14コンボ。待って、こっちスキルで5コンボ加算あったわ、強。さあこれでぶん殴っていきましょう。無効貫通でまずはワンパン。でもこれあれですね、もうちょっと分かってるんですけど、どう見ても裏100ですねこれ。アシスト向こう前に飛んでくるよいずれ。裏100やね、完全に裏100式ですね。どう見てもセレス使って覚醒無効回復からのガンダム使いましょう。ちょっと待って、舐めろ俺を。ルーレットはやばい、ルーレットはきついんだよな、いくらなんでも。舐めるなよ俺をオッケー、無効貫通回避エルジの盤面10コンボ完璧じゃない ?11 コンボ。さあこれで、でもあれですね、長寿力が全然低いんで今回の EX はね、長寿力が低いおかげでめっちゃ楽しいね。え、なんか最近のパズドラって正直長寿力ゲー、あ、バインドくるぞみんな、これ言ったじゃん、アシスト無効バインド、あちゃんにバインド耐性 100% なんでご安心ください。でここは一旦 4L 組むわ。もう史上最悪のパズル、史上最悪のパズルした。でも10コンボ、うん、ワンパンすんな。
ワンパンちゃうねん、ワンパンすんなよ。アシスト無効、回復できてないけど大丈夫か、遅延とかしてくる。何してくんの君は。はいはいはい、それだけだったら全然いいけどね。しか前には別にな、なんかな、許せるんだよな。よいしょ、ちょっと待って、冗談やん。もう無効化優先しましょう。いや言うて回復エルシュはサボっても5年生まあまあ強いんで倒せるはず。ほらね。いや待って待って待って、これ待って、これ余裕だぞ。おい、ちょ待って待って、これ勝つぞ多分。ちょっと今のところ負けるビジョンが見えないんだけど、何これ、これギミック負け以外負け方ある今のところ。え、ちょっと待って、史上最低難易度のレベル EX 来る、これもしかして。レベル EX って今まで結構まあゴリ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 だったんですけど、史上最低難易度レベル EX かもしれない、これワンチャン。OK、回復エルジム交換通組んであげて、もう冷静に全力コンボしていきましょう。まあ、とは言っても油断はしない。ちゃんと回復エルジム交換通。ルーレットがあってもパズルを頑張る。なんならルーレットがある方がね、欠損しないから実はめっちゃ嬉しいんですよね。まあ、結局欠損が一番怖いわけであって、欠損しない分には、なんならいい、全然。ということで、7階層です。はい。ここもしっかりとユニコーン使って殴っていきましょう。よいしょ、間に合うんそれ。光になったらエビ離します。ほら、これで光になったんでエビ離してあげて、回復エレジム交換通でまたしても削っていきます。14コンボです。さあこれで倒していきましょう。突破です。はい、倒していきます。 OK。 さあ続きまして8階層です。ここはしっかりとユニコーン使いつつ殴っていきましょう。消せない回復はもちろんゴブタ使います。あ、セレスも使います。ダブルじゃん。セレスゴブタ使ってあげて殴っていきましょう。だってさ、裏100ってさ、そんなさうざいギミックないでしょ別に。だってね、ちゃんと落ち着いて光無効貫通と回復も、あ、待って、スキル止めしとけばよかった最悪。まあでもいいか、これで倒していきましょう。ワンパンです。突破していきます。さあ続きまして9階層です。ここもユニコーンガンダム使ってぶん殴っていきましょう。ちょっとやっぱ火力痛いですね、さすがに火力は痛いわ。ちゃんと回復エルジャー組みたいかなって感じ。いやマジでさ、こういうさ難関ダンジョンが来るたびにさ、ユニコーンガンダムってマジ強いなってなるわ。まあ、難関かどうかちょっと怪しいけど、このダンジョンは。とは言ってもさ、結局ユニコーンガンダムって普通の攻略キャラのくせにね、回復エルジと自動回復ループでゴリゴリ立ち回っていけるから結局強いんだよね。だからユニコーンガンダムってそういうところが優秀なんで、まあまあまああれですね、ユニコーンガンダムが環境から消える前に出番が来て一番嬉しいわ。それがユニコーンって強いからな、マジで元からな、本当にずっと強いキャラなんで。でここは単純にユニコーンが強すぎるんで自信エンハンス返してあげましょう。今攻撃力100分の1からあったんですけど、ユニコーンなら一撃で返してあげて、さあこれで殴っていきます。まああとは回復エルジム交換図組むだけ。 OK、 これで全力コンボ組んでワンパンしていきましょう。やばいみんな、もう11回層やって。初見なんだけどな、一応初見ではあるんだけどな。ユニコーン使いましょう。リーダー戦体制も完璧です。はい、ユニコーン強すぎるか、これ。ワンチャン初見攻略の可能性マジであるよな。レベル EX 初見攻略って史上初やぞ多分。この世界に存在しない実績でしょこれ。 OK、 これでワンパン。さあ12階層です。ここもユニコーン使って殴っていきましょう。これはクシーガンダム使います。ユニコーンからのクシー使ってあげて、でも本当に新百式なんだよな。あ、裏百式なんだよね、完全に。ダンジョンが。ここで調子乗ってパズルミスは恥ずかしいから気をつけましょう。OK。
ちゃんとね、まあ、光の向こう貫通と火さえ組んどけばいいんですよ。回避系列は後回しでいいから。そう、とりあえず光向こう貫通と火をちゃんと組んであげる。てかさ、違うんだよね、敵の HP が低いんだ。分かった、違和感に。敵の HP がめっちゃ低いんよね。さあ13階層です。ユニコーン使いましょう。それでは、はい、これで回復エルジと光無効貫通と火組んであげて半分まで削っていきましょう。でセレス打ち合わせれてるんでセレス使います。痛い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 、いきなり痛い、いきなり痛い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 、ちょお前やばいって。火力、これ待って、何億出してんのこれ。なんでこの編成でこんな食らわなきゃダメなの、火力を。いきなり EX が本気出してきたんだけど、びっくりした、マジで。この編成の耐久値でこんだけ食らうって異常事態だからな、マジで。はい、これで14コンボ組んであげて15コンボ。さあ、このまましっかりと突破していきましょう。ワンパーン。で、まあ続きまして、14階層です。はい、来ました。なんでウィングガンダムが入ってるかっていう話なんだよね、結局。てか、ウィングガンダム空打ちしとくべきだな。怖っ。ウィング使いましょう。ここのためなんだから、ウィングは。こういう時があるから、ウィングは入ってんの、編成に。だから、ウィングは強いんだよ。花火対策なんだよね、完全に。結局花火返さないとユニコーンは弱いんだけど、ウィング1枚で花火と指と対策してくれるし、しかも枯れ駒出せるし、76マスも使えるから偉いんだよね。さあ、これで突破していきましょう。続きまして15階層です。はい、ちょ待って、5豚使い忘れてるけど耐えれるはず。ちょ待って、頼む。あ、終わった、負けた。え、あぶねー、危な、マジで負けたと思った。一発なんだこいつの行動って。そしたらもう5豚当然使います。当然の5豚なんだけど、いや、まあまあいいでしょう。ワンパンすればいい、ワンパンすればいい。もうクシーも使っちゃおうかな、なんならね。クシーも使っちゃってワンパン狙います。はい、これで光無効貫通含みながら13コンボです。ナイス、余裕だ。てか余裕だ、櫛いらなかった。絶対削れ方が余裕すぎる。さあ、続きましてラストボス2ですね。はい、ここはただぶん殴るだけです。はい、しっかり無効貫通組んで殴っていきましょう。 HP 全回復と回復エレジは必須、軽減ループも必須。いきます。いや、マジでこの火力の感じだったらワンパンで半分まで持っていくすらあるんで、回復エルジちゃんと組んであげて準備しておきましょう。はい、13、14、15。さあどう、俺の予想はワンパンで半分、ワンパンやね。85万、45万ダメージね、からの割合。いや、これいけるか。いきます、光無効貫通組んで回復 LG。 いや、これでマジ発狂灰弾ちゃんと削り切ってほしいな。前半削れてるし、ナイス。そしたら続きましてボス階層ですね。あのレベル1からレベル4までに、あの今までのレベル X の間を全部ぶち込んで、逆にレベル1とかの簡単さをそのレベル EX に持ってきてくれた感じがあるわ。ということで、ユニコーンガンダムで初見攻略でした。完全初見。まあ、あの、ダンジョンデータが裏百式なんで、実質的に分かっちゃうんでね。そう、あの、ダンジョン構成か。が裏百式なんで。今までで一番簡単な EX だったな。まあ、ということで、ユニコーンガンダム使えば EX なんてボコボコなんで、12分。簡単すぎる。うん、これなんならレベル1からレベル2からレベル3からレベル4まで、これ全部 EX 絶対これで勝てるやろ。
いや僕あれですよ、これだってレベル4ってレベル EX 共通なんですよ。でレベル3は編成ちょっと違うように見えるんですけど、これこっちの編成が欠陥なだけで、あのこれが正しい編成なんですよね。まあ一応レベル1とレベル2あの編成の間を気にしてアンジェリーナ使ったんですけど、まあ絶対これで多分レベル1からレベル EX まで全部勝てるんで、あの裏百式と多次元とあと何ゼロ次元勝てるのに4次元とあと神秘勝てないってことはないと思うので、まあ、普通に余裕で勝てると思います。なんでぜひこの最強編成使って皆さん挑戦してみてください。じゃあチャンネル登録高評価お願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。